緊張をほどいて。あ、いけんじゃない？いけた。よし、あとラベンジャーだけか。ラベンジャーはボーボーに燃やそう。逃げろー、逃げろ逃げろー、僕のアンチ。間違えて真上からの攻撃しちゃった。今はそっとしておこう。こっちか。あとこれで真上からの攻撃なんかさ、 R1 で弓矢を足そうとすると真上からの攻撃しちゃう。あ、ラベンジャーの印が集まった。あとアイテムを回収しようかな。石、もういないよね多分。あ、いないよねって言ったらいたわ。おいで。なんか真上からの一撃で食らってんのかな私あれ。回復しとこう。なんかボス戦とかありそうな気もしないでもないし。なんだこれ。なんですかここは。怖い。あった、こんないっぱい隠れる場所があったんだ。そして水、ボンアローでも強いな。なんか3本多分全部当たると3倍か攻撃力が。くまなく探索をしよう。後悔するかも。後悔するの、探索したらくまなく探索をしようって言ったら後悔するかもって言われてた。なんかある。必要になることがあるかもな。
あー、ここをオーバーライドして真ん中に行くんだ。ただちょっと先に進む前にあっち行きたい。あった。これで全部か。なんか落ちてる。これなんだろうね。あ、アイテムがある。あーで、どこで降りよう。よし、行くか。なんかありそうだな。ウィッチャー。オーバーライド。なんか変わった？あそこが開いたのか。上を通っていくのかな、また。よし。できそう。いないかな。とりあえず下から入ってみる。なんだこれ、すごい速いぞ、あの上のやつ。上、あそこに行けばいいのかな。からはいけないから、はあはあしてる。コアを見つける。コア。あそこまで行かないと、この巨大な獣の服。あそこまでってどこまでですか。まだ上にも行けるぞ。下に降りたら
メなやつ。あそこを渡るのかな。走ってこっか。あー危なギリギリじゃん。道がよくわかんないな。お、オーバーライド。あそこまで行かないと。あそこってどこよ。あそこか。え、今回のボスは何ですか。あ、スナップモーじゃん。燃やすしかないな、スナップモーさん。ということはスナップモーがオーバーライドできるようになるかもしれないのかな。そこか。よし。コアをオーバーライド。今回はザコがいない。いやでもどっかから降ってくるんだろうな、これ。降りよう。あれ、どこから現れたの？オーバーライドするには機械路での情報が必要。え？誰に見られた？こいつ見えてんのか。あーもう、あ、ここやだ。えい、超食らってる。ほんとここ嫌なんですけども。よし。わあ、来るかな。またか。段差。段差であれができない。ああ余計な。回復して、あ、スナップモーさん。ああアイテムすら取れないわ。一応意識があるんだね。ここでオーバーライドしたらバレるよね。ちょっと待って、フリーズサック。
でラベンジャー、ラベンジャー的なやついたな。燃えてください。あー飛んできた。あいつ、あ、オーバーライドできたのか。あ、怖い、怖い、怖い。オーバーライドすればよかったな。見えない、見えないって。ほんと強いなこれ、三本の矢。燃えろ。よし、もう終わるでしょこれ。終わるな。終わった。めっちゃ強いな火。火が弱点のやつに。そしてオーバーライドしてたらもうちょっと早く終わったな。アイテム回収。やっぱもう3本も矢を放つと一気に燃え上がるからね、やけどダメージが。フリーズしてさらにやけどダメージしたら、あ、両方は無理か。なんか めちゃくちゃ食らうのかなって思ったけど。長押しでオーバーライド、オーバーライドできるぞここ。オーバーライドしてどうすんのこれ。回復、しかも回復使わなかった。スリポーチ2倍、いいね。よかったスナップモーちゃんで。サンダージョーとか来たら私もうどうしていいか分かんない。サンダージョーね、一応倒したけど、めちゃめちゃアンチの遠くからチク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 攻撃してやっと倒すみたい。え、それ刺さってんの？なんか位置違くない？まあ、いっか。これが正しい挙動なんだろうか。操れる機会が増えた。やったー、増えたー。6000。イエーイ。お、ラベンジャー、ロングレッグ、シェルウォーカー、トランプラー、なんとか。やったね。どここれ。むしろヒアだけで倒したみたいな。ヒア以外使ってないよね。炎の矢か。あー、これ帰りの時の、帰りの時のね。なるほどね。あいつどうしようか。
と待って。倒した。来いよ。お、必中の矢じゃなくてもヘッドショットいけるな。あ、イエーイ。普通の矢でいけるな。え、まあ必中の矢だとあれか、距離が遠くの方まで届く感じかな。すごいとこ登ってきたな、この子。私と同じ考え。こっちから行けるかなみたいな。よし、これで。終了。オーバーライドの種類が増えた。で、他にあるかな。ここにいるんだよね。これも欲しいけど、一番最後でもいいなって気がしてきた。結局一番最後に一番最強の装備を見直すだろうから、その時にこのスキルあればいいか。これもね、そんなに困ってないからね。というわけなんで、ここかな。オーバーライド状態永続、これ覚えたいな。そしたらオーバーライドしたらもう無効化、永続で無効化できるってことだもんね。よし、取った取った。あれ、なんか死んでる。どうした、何があった。で、どこ行こうとしたんだっけ。クエストを進めようか。これがストーカーだけなんだよね。あとストーカーはどこに。ここか。遠いな。トラベリングしよう。もうレベル34、33か。早いな。すぐカンストしちゃいそう。